9月27日に配信した動画でやっと見つけた調味料入れを紹介しましたが、なんとセリアさんでスパイスボトルと調味料ボトルを見つけました。早速開封していきましょう。最初は塩などを入れるスパイスボトルです。小さな穴がついていますね。こちらは色違いの蓋ですね。次は調味料ボトル、大小一つずつ購入しました。パッケージに液体を入れても漏れないと書いてあります。前に購入した袋に入れてみました。ボトル6本入りましたね。今までの調味料入れよりかなり小さくできました。今日の動画はいかがでしたか。最後までご視聴ありがとうございます。動画が気に入ったらチャンネル登録もよろしくお願いします。